グリーンスリーブスでした。私が小学校時代過ごした、埼玉県川口というところでしたが、で、浦川が流れておりまして、夕方4時ぐらいになると毎日、この曲が、市役所からかかってきているのが、住んでいるマンションから聞こえて、すごく印象的で耳に残っているメロディーでずっと、弾きたいなと思っていました。グリーンスリーブスです。